無事だったな、キン。いや、でも、めっちゃ震えてたよ。あと、暴風と大雨だったよね。動画には収められなかったな。暴風と大雨と掛け布団がないことによる寒さで多分20回ぐらい起きた。え、ケイトも起きてた。うん。俺ケイトはもう爆睡してんのかなと思ったけど。あ、これこれ、こんなのがね、もっとひどかったけど。よかった。あ、またチャック壊れてるけん。めっちゃ晴れてる。あ、気持ちいい。すがすがしい。おはようございます。わあ、これこれこれなんですよ。いいね、綺麗だな。あ、反対側はしっかり見えてる。今日11時から雨予報だったのにね、先に降ったんだな。前倒しだ、降ったんだな。そういうことか。じゃあもう降らん。ほら、うん、だいぶ早く降ったね。暴風と雨と、ほんと怖かった。いや、動画撮っとけばよかったね、あのリアルさを。かなりひどかったよね。ひどかった。でも眠すぎて動画のボタンを押す元気なかったよね。すいませんでした。やばい、すっごい楽しみなこと思い出した。ソフトクリーム、うぇー、正解。お腹減った。めっちゃお腹減った。食べよう。恒例のクーラーボックスチェック。まず氷、ほぼ水だね。ほぼ水ですね。冷蔵は、常温。いや、常温ではないけど、まあ俺らのさ、保冷剤の準備が甘かったね。あとなんかコメントで教えてくれてたけど、最初に物を入れる前に保冷剤を入れて、はいはいはい、この中をしっかり冷やしてから、うん、食材を入れないとって書いてた。あと昨日普通に炎天下の中野ざらしにしてたでしょ、このクーラー、うん、なんかそういうとこ気をつけないと、どんないいクーラーボックスでも溶けますよって書いてた。はい、けどとりあえずさ、この氷の溶けた水飲みたくない。キンキンの、ちょっとそれで朝乾杯しよう。失礼。あ、氷持ってない。ああ。さすが京極の水。そこまで買ったもんね、これ。そう。はあ、あれ、なんか雲が怪しくなってきた。やば、嘘でしょ。大丈夫かな。やばい、もうご飯食べよう。食べよっか。はい、今日のメニューはこちらです。大好きな冷やし中華。なんか喋ったっけ。昨日の人？違う、千葉に家があって十勝の方に単身赴任して、一人で今日来ました。すごい、
切れ味。はい、事件です。ケンの大好きなマヨネーズを忘れました。いや、冷やしラーメンにはマヨでしょう。絶対入れない。え、ちょっとそれアンケート取りたくない。冷やしラーメンはマヨネーズつける派か、うん、つけずに行く派か。いや、てか私すっごいこと気づいたわ。うん、からし忘れた。あ、からし派。そうだよね、ケイト毎回からしつけてるもん。うわー、ミスった。あー、そうか。それ何、ゆで卵？糸切り卵みたいなやつ。あ、卵あった方がいいでしょ。そうね、うん、頑張って買ってきたんだから。この卵朝6時にセコマ行かないと買えないんだよ。え、そうなの、うん、え、なんでセコマあんの。朝6時に、うん、毎日入荷するんだって。ケイト行ったんだ。ケンがプースカプースカで寝てる間に。で、冷やしラーメンにマヨネーズ派かからし派かって話でしょ。そうね、絶対からしが多いよ。悪いけど、いや、マヨネーズもそこそこいると思うよ。私ケンしか見たことない、マヨネーズかける人。マジで。え、実家が父ちゃんと母ちゃんもかけてんじゃない、確か。じゃあ、やります。なんかポタってきたな。おー、いいね。やばいじゃん、めっちゃ降ってるじゃん。やだ、デクちゃん先に片付けたい。あー、やっちゃうんけん。鈴からそうじゃん、多分乾くと思う。降っております。めちゃくちゃ雨に当たっております。これもうさ、3年ぐらい使ってんのよ、ね、そうエンボス加工っていうの素晴らしい。でもなんかダメだった。大丈夫。ケンってさ、卵さ、うん、こんな細切りに しない？うん、なんかそれが多分正解なんだろうけど、大変じゃん。だから多分うちの親はやってなかった。簡単だね。うん、いいね。めっちゃ早くできる。夏頃から秋にかけてさ、うわ、ごめんなさい。うわ、キモ。ケン、うわうわうわどこ行った？ど昨日からこんなことを、かれこれ10回はやってる。10回やってる。今のところでも誰も殺してないよね。デコピンで、うん、遠くの方に追いやってる。そうっす。そして本日の大御所、大御所、こちら本場札幌西山ラーメン。私のね、この話100回ぐらいしたっけ。100回ぐらいしてるかもしれない。私の小学校の同級生が西山くんだったの。すごいよね、西山ラーメンの息子さん。すごすぎ。と同じクラスだったの。同じクラスだったこともあると思う。へぇ、PTA 会長は西山ラーメンの社長だった。すごいすごすぎじゃん。え、工場見学行ったんだっけ、ケン。俺確か行ったことある。うん、大体みんな行ってるよね、札幌市内さ。あ、また私さ、西山ラーメンの工場見学って札幌市内の全部の学校が行ってんじゃなくてさ、うん、うちのクラスに西山くんがいるから行ってんのかと思ってたんだよ。いや、そんなことない。学校行事になってました。何してんだろう、西山くん。ちなみに昨日の夜最後に食べたのもラーメンでございます。どんだけ麺好きなの。これ冷やさなきゃいけないけど大丈夫、ケン。うん、大丈夫。いいよ。うわうわ、私とケンはちなみに冬でも冷やしラーメン食べます。食べます。このタレだけ冬は買えなくなるから夏の終わりにストックして。なんか麺多くない。なんか多い感じするね、西山さん。サービス。この彩りが夏っぽいよね、うん、いいね。マヨネーズ。悔しい。わー、完成ですか。完成です。はい、題して、大するほど大好きな冷やしラーメン、マヨネーズもからしも忘れました。いやー、最悪だよ。最悪だ。じゃあいただきます。ケイト、ありがとう。ケイト、ありがとう。いつも麺冷やしに行ってくれて。
もう夏だからね、水道の水がちょっとぬるめだったから、ガン冷えじゃないわ。いただきます。いただきます。うん、おいしい。夏休みとかさ、俺これしか食べてなかった。わかるね、うん、多分母親もさ、簡単じゃんこれ、楽だっただろう、うん、私も本当にほぼ毎日これだった気がするこれかそうめんか焼きそばか、え、その3択だったマジ、うん、なんか昨日すごい嵐のようだったじゃん、視聴者の方いたからさ、いや昨日すごかったっすねって言ったら、そうでもなさそうにしてたっていうか、おーみたいな感じだった俺らだけだったのみたいな。やっぱここ風当たるのかな、当たるのかな、他のとこよりかもね。あとなんかゼクちゃんってさ、うん、すごい揺れないかも。うちらの立て方が悪いんかわかんないけど、 UFO みたいに飛んでいきそうになるじゃん。飛んでいきそうになる、ほんと怖かった。今日100回起きたんでしょ。リアルに30回起きてると思う。起きるたびにケイトの顔見たけど爆睡してたんだよね。あ、この人全然気づいてないんだって思いながらまた寝てたけど、私20回起きたんだけど、起きるたびにケン寝てたよ。嘘、ほんと、うん、一緒のタイミングで起きてた時そういえばあったわ。あったあった。でも俺が最初に起きてたんだよ。なんなのよその起きたマウント。なんか私起きてさ、ケンが凍えてたからケンに上着かけてあげたりとかしてたよ。悪いけど。嘘。うん、してたんだよ。どうもどうも。なんかケン一回すごい起き上がってた時なかった？いや、何回もあったよ。もう、本当に完全に起き上がってさ、うん、なんだなんだみたいな慌ててる時なかった一回？いや、うん、多分10回ぐらいあったと思う。全然寝れてないじゃん。寝れてないよ。2時、3時、4時、5時、6回じゃん。いや、時計見ない時もあったからさ。私は中心から30分で1回目覚めてる。へぇ、うぜぇ。で、雨降ってきたじゃん、30分ぐらいで。うん、うん、起きてたでしょ、ケンもあの時。起きてたね。何の話？あれ？今日7時放牧されてなくない？いや、されてたよ。めっちゃいて、俺写真撮ってきたもん。あの、星に手の届く丘キャンプ場って書いてあるじゃん、うん、看板、うん、の下に羊がいて、おお、いい、すげえいいタイミングで見れたと思ってもう写真撮った。もうみんなお家帰った？いや、いいと思うよ。うちらのサイトまでは遊びに来なかったんだ。羊見ながら、コーヒー飲みながらアイス食べるか、うん、視聴者の方がチェックアウトしてる時にアイス買ってた。今アイス買おうとしてたんですよつって、俺らが昨日ご利用ししたから買ってくれてた。感想聞きたくない？うん、今んとこここだけだからね、ザラザラ系のカスカス系。カスカス系。今日の講師はこちら、広島県東広島市黒瀬町黒瀬工場のセイコーコーヒー広島だって。さて、これは朝入りでしょうか。入ってないの。アイス買ってくる。うん、今買ってくるよ俺。羊見たかった。アイス食べながら羊にアイス自慢したかった。かわいそうでしょそれ。かわいそうでしょ。羊の前でアイス散らされて食べたかった。結局あげないんでしょ。あげちゃダメでしょアイスなんて。かわいそうでしょそんな散らして。一つでいいんでしょ。うん、
今年からクッキーついたって。ついてなかったよね、去年まで。わあ、贅沢じゃん。ほらほら、食べな。はい、野菜。はい、で食べ。めっちゃ晴れてきたな。アイスのふさわしい天気。ああ、気持ちいい。いただきます。はい。さて、どうでしょうか。1年ぶり。やはり美味しいのか。美味しい。え、もう口に入れた瞬間に、なんて言うんだろう。うん。なんか、うま。なんか、なだれ、なんか、雪が、なんか、溶けて、氷山からこう、ガガガガーってこう、わかる。めっちゃ言いたいことわかる。そう。なんか、空気をまとってるから固まってるんだけど、舌で押すと、ガガ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 ガそれ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 。それ。待って。めちゃくちゃうまいんだけど。俺らこの1年さ、もう何十個も食べたじゃん。マジで食べたよ。研究に研究を重ねてきた。重ねた。今、どういう風に味を感じるのかちょっと不安だなってさっき思ってたんだけど、うますぎる。やばいな、これは。うますすぎ。いや、まさに、ザラザラ系のカスカス系の濃厚系。の牛乳系。うん。これちょっと、こっそり聞いてくんないけん、後で作り方。実はもう、質問して聞いてたんだよ。ここで作られてるんですかって聞いたところ、旭川の牧場で仕入れてます。旭川行くしかないよ。待って、それ詳しく。それ以上は聞かなかったよ。旭川のどこの牧場ですかとは聞かなかったけど。目が怖い。デレデデ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 黒ずくめの顔してたよ。うまっ。ちょっと旭川の牧場について調べるか。これ濃厚系なのか、なんかあっさり。うん、濃厚系じゃない。濃厚系じゃないです、すいません。深いね、牛乳ソフト。深いですね、うん。今年、今まで行ったことないところいろいろ行こうっていう話してるじゃん。美瑛行きたい。美瑛でキャンプしたい。あと東川町か。あ、東川町は絶対行きたいんだった。あれ、え、待って、東川町にする。何、ダメだ。何、どうした。先走るな。県の誕生日のプランを考えてるのよ。それ自分が行きたいだけでしょ。あ、島行く。奥尻島か利尻島か礼文島。ありだね。ね、だって今回さ、コンパクトギア買ったんだからさ、行けるよね、リュック一つで。怖いね、なんか船沈没しないかな。なんかやばいね、年追うごとにさ、なんかいろんな恐怖、なんかありとあらゆるやっぱり可能性を考え、リスクを考えてこうなんか行動しないみたいな。うん、私この間東京行く時には飛行機すらちょっと怖かったんです。俺も怖いよ毎回。ケンさ、離陸する時さ、なんかやってこない私に。だってマジでさ、事故ったらさ、もう喋れないからって考えちゃう。これもう飛行機が爆発したりの墜落したらって考えると、なんか触れたくなる。最後に触れとくから。やめようじゃあ、島。島やめる、やめるか。じゃあ火見て帰るか。うん、ミルルと火見に行かないか。行きますか。うわー、なんか鳥肌立ちますね、その話を聞くと。20年前に初めてできたサイト、ここなんだって。一番上の見晴らしいサイト。いや、ここいいんだよね、すごい。ジョウロで芝作ったんだって。いやー、いいね、そういう、そういうのいい、めっちゃ。ここ他の1番と2番、3番、
一番最初2番目で3番目つって4番目ついこっちにつけたんですけどバンガローに移して買った順番の番号なんですか、僕と父親しか番号分かんないへえじゃあ丘の1番にしましょう次これいいよ絶対大事にしてるサイトなんですよここにも作りたいんですけどサイトはでも一番最初に作った場所だから前に物を置きたくなって、素晴らしい感動してるねあ、靴脱いで上がってください綺麗床めっちゃ綺麗だ本当だ綺麗だお邪魔しますめちゃくちゃ綺麗めっちゃいいじゃんへーおこれは贅沢だやばうおすげえこれはすごい最高めっちゃいいねしかもめっちゃ綺麗じゃない、うん、綺麗この床地面とかもさうん多分モップですごい綺麗に、うんうん、やってるんだろうでもこれ2つしかないからさ争奪戦だよこれシマはそのポケットには入んないからなうん、特権だぞ、お前のなんかさ、今さ、うん、こちらのバンガローの説明とかしてもらってたじゃん、うん、そしたらさ、あ、ちょっと今お客さんのチェックイン入ったんで僕行ってきますねって言ってそのオーナーさんがね、うん、いなくなってさ、今あの軽トラに乗せてさ、うん、お客さんのサイト選びに一緒にやってるんだけどさ、うん、全部オーナーが徹底して案内をやるっていうのがさ、あ、そうだろうね、多分ね。すごくない？うん。他の例えば従業員の人とかにお願いしてもいいわけだ。うん。なのに全部自分で案内するっていうこだわりがあるんだよ。うん。よくない？めちゃくちゃいい。なんか二人で乗って。かわいい。テー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 ディズニーのアトラクションなの？うわぁケン、お疲れ。なんか、昨日寒かったじゃん、めっちゃなんか鼻の奥がすごいムズムズする風邪ひいたかも。嘘、めっちゃ寒かったからさやば。なんか、こんなせっかく暖かくなってきた時期に、うん、極寒キャンプすると思わなかったんだけど、ね、冬並みの覚悟で寝たんだけど夏キャンプは次かな。トラブル続きだね。こういうもんなんだよキャンプは。ただクーラーボックスのおかげで超快適になりました。マジでこんなにも違うか。視聴者の皆さんにも褒めてもらえたしね。いいの買いましたね嬉しくないな。嬉しい嬉しい。経験積んでる人たちに褒められるんだね。ナイス判断みたいな言われるの嬉しくないいやマジでアンケート本当有益。どこよりも有益なアンケートだよね。うんうん、だって正真正銘の口コミじゃん。忖度なしのね。顔焼けたよね。なんか焼けた。熱いんだけど。やばいわ。あんた塗ったの？今回は塗ってません。やばい。やばいよ普通にあんた。35なんだよ、うん。将来知らんよ。あんたも塗ったのかいって。塗ったって当たり前でしょ。見るな。でも顔の鼻から下だけ日焼けして真っ赤になってるんだけど。それ日焼けなんだ。あんたも日焼け止め。肌弱い人こういうピンク色になるよね。次回はですね、私たちがとっても楽しみにしておりますコンパクトギアを持ってキャンプに行きます、うんうんうん、なんかほんとリュック2つ、うん、とちょっとぐらいで挑もうと思っていますので、うん、いろいろ紹介してたね、うん、参考になればと思います、うんうん、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。